マドリードのマヨール広場で行われたアウトデ・フェの様子。フランシスコ・リッチが異端判決宣告式。または、アウトデ・フェは、スペイン異端新聞書やポルトガル異端新聞書が、裁判後に被告の罰を決定した時行う、有罪を宣告された異教徒と廃教者の残悔の儀式である。中世スペイン語やポルトガル語でのアウトデ・フェは、信仰のなせる技を意味する。ポルトガル語では、 アウトダフェとも呼ばれる。庶民の想像においては、アウトダフェは、異教徒の家系を言うようになった。アウトデフェは、カトリックのミサの儀式に含まれていた。祈り、有罪とされた人々の公の更新、そして、有罪宣告の読み上げである。儀式は、公共の広場か遊歩道で数時間かけ、行われた。祭りのような雰囲気の中で、教会と首当局が出席した。アウトで フェの芸術的表現はいつも家計や拷問の様子を描いている。しかし、アウトでフェは宗教儀式であったので拷問も家計も行われなかった。裁判決審後に拷問は行われなかった。処刑は常にアウトで、フェの後または別に行われていた。初めて記録されたアウトでフェは、イ休世時代の1242年にパリで行われたものである。 初めてスペインで行われたアウトデフェは1481年のセビーリアであった。この初の宗教儀式に参加した6人の男女は後で処刑された。アウトデフェは結局観客を前にして最大の結果を引き起こす精密に計算された場面がセットされたバロック期の見せ物となった。1559年5月21日から10月8日まで。 バリアドリッドのプラサマヨールで開かれたアウトデフェは、その厳粛さゆえに非常に有名になった。しばしば、アウトデフェは、絵画の題材となり、プラド美術館に収められているフランシスコリッチの作品は、1680年6月30日、マドリードのマヨール広場で行われたアウトデフェを描いている。 1536年に確立されたイ異ン新聞書はポルトガルで限られた権力を行使し、1821年まで公式に続いた。アウトデ・フェの影響は、ポンバルコー政権下の18世紀終わりまでには非常に弱められた。ボルテールは1759年に発表したカンディードの第6章でリスボン王地震後に行われたイ異ン新聞ンンとアウトデ・フェを描いている。 アウトデフェはメキシコ、ペルー、ブラジルでも行われた。同時代のコンキスタドーレスの歴史家たち、ベルナルディアスデル・カスティリオのような者たちが記録を残している。アウトデフェは1562年から1563年にポルトガル領インドで異端新モンションが設立されたのに続いてゴアでも行われた。スペイン最後のアウトデフェは1826年に行われた。 その際の被告人は、ルサファの教師カイエターのリッポルで、彼は、理神論を唱えたがため逮捕された。バレンシアで行われた、アウトで、フェの後、公主刑にされた。彼の亡骸は損に詰められ、異端審問者の仮想場で焼かれた。ありがとうございます。